第一に記録はその船が土産の果物草草を積んでいたことを語っているだから季節はおそらく秋であろうこれは講談に一軸云くうぬんの記事が見えるのに聴しても明らかであるそれから乗り合いは他にはなかったらしい 時刻はちょうど昼であった筆者は本文へ入る前にこれだけのことを書いている従ってもし読者が当時の情景を彷彿しようと思うなら記録に残っているこれだけの箇条から魚の鱗のように まばゆく日の光を照り返している海面と、船に積んだいちじくやざくろの水と、そうしてその中に座りながら、熱心に話し合っている三人の工毛人と読者自身の想像に描いてみるよりほかはない。なぜといえば それらを生き生きと描写することは単なる一学級たる自分にとって到底不可能なことだからである。がもし読者がそれに多少の困難を感じるとすればペックがその著 ヒストリー・オブ・スタンフォードの中で書いているさまよえるユダヤ人の服装を大体いいここに紹介するのも読者の想像を助ける上においてあるいは幾分の効果があるかもしれないペックはこう言っている彼の上着は紫である そうして腰までボタンがかかっている。ズボンも同じ色で、やはり見たところ古くはないらしい。靴下は真っ白であるが、リンネルか毛織か見当がつかなかった。それからひげも髪も両方とも白い。 手には白い杖を持っていたこれは前に書いた肺病闇のサムエル・ウォリスが親しく目撃したところをペックが記録しておいたのであるだからフランシス・ザビエルが会った時も彼はおそらく これに類した服装をしていいい。たのに違いないそこでそれがどうしてさまよえるユダヤ人だと分かったかというと商人の祈祷された時その和老もうやうやしく祈祷したのでフランシスの方から 話を仕掛けたのだそうである「ところが話してみるとどうも普通の人間ではない」「話すことといい話しぶりといいその頃東洋へ浮浪してきた冒険家や旅行者とはおのずから様子が違っている」 天竺南蛮の根尺を棚心にてもさすようにさしたのでシメオン・イルマンはもとより商人ご自身さえ舌をまかれたそうでござるそこでそなたはいずこの者じゃとお尋ねあったれば一所不従のユダヤ人と答えた が商人も初めは多少この男の真偽を疑いかけていたのであろう。当来のいそにかけても誓い申すべきや。と言ったら相手が誓い申すとのことゆえそれより商人も打ち解けてくさぐさモンをせられたげじゃ。 と書いてあるがその問答を見ると最初の部分はただ昔あった事実を尋ねただけで宗教上の問題にはほとんど一つも触れていないそれがウルスラ商人と一万一千の童貞少女が 奉公の死を遂げた話や、パトリック商人の常在会の話を経て、次第に今日の使徒行伝中の話となり、進んではついに、御主エス・クリストがゴルゴタでクルスを追った時の話になった。 ちょうどこの話へ移る前に商人が積み荷の一軸じくを水婦に分けてもらってさまよえるユダヤ人と一緒に食ったという記事がある前に季節のことに言及した時に引いたからここに書いておくがもちろん大した意味があるわけではない さてその問答を見ると大体いい下のような具合である「商人御主御受難の右利はエルサレムにいられたか」さまよえるユダヤ人 いかにも、目のあたりに、ご樹南の御ありさまを拝しました。元来、それがしは、ヨセフと申して、エルサレムに住む靴生でござったが、当日は、御主が、ピラト殿の裁きを受けられるとすぐに、一家の者どもを戸口へ呼び集めて、もったいなくも、 御主のお悩みを笑い教じながら見物したものでござる記録の語るところによるとクリストは物に狂うたような群衆の中をパリサイの都とサイトと祭祀とに守られながら 十字架を背にした百姓の後ろについてよろめき歩いてきた。肩には紫の衣がかかっている。額にはいばらのかんむりがのっている。そうしてまた手や足には無チの跡や切り傷がバラの花のように赤く残っている。 が目だけは普段と少しも変わりがない日頃のように青く澄んだん芽は悲しみも喜びも超越した不思議な表情をたたえているこれはナザレの目症の子の教えを信じないヨセフの心にさえ 異常な印象を与えたえ彼の言葉を借りれば「それがしもそのころやはり御主の目を見るたびに何となく懐かしい気が起こったものでござる」大方「おおかた死んだ兄とよう似た目をしていられたせいでもござろう」 そのうちにクリストは、誇りと汗とにまみれながら、りから通りかかった彼の戸口に足を止めて、しばらく息を休めようとした。そこには、なめし側の帯を締めて、わざと爪を長くしたパリサイのともいたことであろうし、髪に青い粉をつけて、 ナルドの油のにおいをさせた娼婦たちもいたことであろう。あるいはまたローマの兵卒たちの持っている盾が右からも左からもまぶしく暑い日の光を照り返していたかもしれない。が記録にはただ「多くの人々」と書いてある。 そしてヨセフはその多くの人々の手前妻子たちへの忠義ぶりが見せとうござったによってクリストの足を止めたのを見ると片手に子供を抱きながら片手に人の子の肩を捉えてことさらに荒々しく小突き回した。 やがてはゆるりと張り気にかかって休まるる体じゃ」など悪紅しあまつさえ手を上げてゃくさえしたものでござる。するとクリストは静かに頭を上げてしかるようにヨセフを見た。 彼が死んだ兄に似ていると思った目で厳かにじっと見たのである「いけというなら行かぬでもないがそのかわりその方はわしの帰るまで待っておれよ」 クリストの目を見るとともに彼はこういう言葉が熱風よりも激しく刹那に彼の心へ焼けつくような気持ちがしたクリストが実際こう言ったかどうかそれは彼自身にもはっきりわからないがヨセフは この呪いが真事にとどまって、いても立ってもいられぬような気になったのであろう。あげた手がおのずから垂れ、神道にあった憎しみがおのずから消えると、彼は子供を抱いたまま、思わず往来にひざまずいて、爪を剥がしているクリストの足に、 恐る恐る唇を触れようとしたがもう遅いクリストは兵卒たちに追い立てられてすでに五六歩彼の戸口を離れているヨセフはぼうぜんとしてややともすると群衆に紛れようとするある主の 紫の衣を見送ったそうしてそれとともに言いようのない後悔の念が心の底から動いてくるのを意識したしかし誰一人彼に同情してくれるものはない彼の妻や子でさえも彼のこの所作を やはりいばらの冠りをかぶらせるのと同様クリストに対する長老だと解釈したまして往来の人々がいよいよ面白そうに笑い共じたのは無理もない話である石をも焦がすようなエルサレムの日の光の中に もうもうと立ち上る砂塵を浴びせてヨセフは目に涙を浮かべながら腕の子供をいつか妻に抱き取られてしまったのも忘れていつまでもひざまずいたまま動かなかった。 さればおそらくエルサレムは広しといえ御主をはずかしめた罪を知っている者はそれがし一人でござろう罪を知ればこそ呪いもかかったのでござる罪を罪とも思わぬ者に天の罰が下ろうようはござらぬいわば 御主を張り気にかけた罪は、それがし一人がおうたようなものでござる。ただし、罰を受ければこそ、あがないもあるという次第ゆえ、やがて、御主の旧罰を被るのも、それがし一人に極まりました。 罪を罪と知る者にはそうして罪と贖がないとが一つに天から下るものでござる。さまよえるユダヤ人は記録の最後でこう自分の第二の疑問に答えている。 この答えの逃避を詮索する必要はしばらくないともかくも答えを得たということがそれだけですでに自分を満足させてくれるからであるさまよえるユダヤ人に関して自分の疑問に対する答えを 東西の古文書の中に発見した人があれば自分は切にその人が自分のために公共を惜しまないことを希望するまた自分としても女性の記述に関する引用書目を挙げていささかこの小論文の体裁を完全にしたいのであるが あいにくそうするだけの余白が残っていない自分はただここにさまよえるユダヤ人の伝記の起源がマタイ伝の第十六章二十八節とマルコ伝の第九章一節とにあるというベリング・グッドの説を挙げて ひとまずペンをとどめることにしようと思う。